分で茶化した瓦礫の上、同じものを欲しがって同じ時を過ごしたのが運の月。縁が目に見えりゃもうきっと腐ってる。言葉にそう面もそう、仏の顔だって三度までを天文学的に超えてくる華麗なステップで、僕らは完全無欠じゃない、原型を愛せるわけでもない、この無様に移ろう形を、好きに呼べばいいな、hey!